んにちは、京都大学の佐田信です。キャラっていう言葉、今仮に3冊本を出してきたんですけども、キャラっていう言葉がついてまして、いろんなところで耳にされること多いんじゃないかと思います。で、実際もっともっとたくさん本が出てまして、ここに挙げたのはごく一部なんですけども、さまざまなキャラ論というのが出てます。で、それだけに、ちょっと用語もですね、いろいろずれてまして、なかなかこれらを全部一つの枠組みで理解しようということは難しい。で、私のまとめですけども、これらは大きく3つに分けることができます。で、ここに書きましたけど、物語の登場人物、漫画の登場人物の基本的な描画パターン、そして状況によって変わる人物タイプっていうことなんですけども、この3つ目のキャラというものについて今日お話をいたしますが、その前にこの3つがどう違うのかということについて、簡単にご説明しておきます。ここに挙げたのはテレビのコマーシャルなんですけど、これを見た時にですね、老人が出てきたって思うだけでとりあえず成立しているのが登場人物としてのキャラです。この中に出てきたなっていうことですね。で、それでこれを見て、この人アルプスの少女ハイジっていうアニメの中のアルモオンジじゃないかって思うとすれば、それは今の、人物の描かれてるパターンっていうのがアルプスの少女ハイジっていう漫画に出てくる、描画パターンと一致してるからそう思えるんですよね。今の場合、同じだ、あれと同じだって思えるのがその描画パターンっていうもので、これは漫画論からいろいろ派生していろんなところで使われてます。で、アルプスの少女ハイジのアルモオンジってすごく重い重厚な感じだったんだけど、ここですごく軽くなってる、キャラ軽いじゃない、おかしいっていうふうな、違和感、それがこのコマーシャルでが人を引きつけるところだと思うんですけども、変わってるなっていうふうに思うのがここの3番目の人物タイプで、あそこではあんな感じだったのに、アルモンジがこんなになっちゃうのっていうのが、ここで注目したいキャラっていうことです。だから2番は同じだ、3番のキャラは違うっていうもので、ちょっとつながってるんですけど、だいぶ違うものだっていうことですね。で、これは人物タイプの一部なんですけども、よくはっきり分かっていただくために、スタイル、それから人格っていうものとどう違うのかっていうことをお話ししたいと思います。スタイルっていうのはですね、こういうもので、目上の方にどうぞよろしくお願いいたしますっていう、で、目下の部下の人にですね、君もよろしくなって肩叩いているような、そういうもので丁寧なスタイル、存在なスタイルということで、意図的に変えて何にも問題ありません。目上の方に対してどうぞよろしくって言ってるのを部下に見られても全然恥ずかしくありませんし、部下に対して君もよろしくって言ってるところを上司に見られても全然問題ありません。これはスタイル、意図的に変えて差し支えない。それから人格というのは何かというと、これはある小説の中の、一部なんですけど、夫婦喧嘩の中でお母さんが、奥さんが人格が変わると。最初は赤い文字ですけども、私が悪かったら行かないでくださいとか言ってるんですけども、あんまーとかあんま言わんだが照れてたこれとか、お母さん私を連れてってみたいな島言葉で喋り出して、で、最後は赤字に戻るんですけど、何かしたのかしら、どうかしたのなんて戻るんですけども、もう記憶が引き継がれていないというふうな、こういうものですね。ナスという名前の奥さんなんですけども、言語が変わってしまう、そして記憶が引き継がれないというのは根本的な、もう別人っていうふうに私たちが言いたくなるような、そういう根本的な変化が起こる。この領域を、いろいろ用語あると思いますけども、この話の中では人格という、そういう用語で押さえておきたいと思います。で、そうするとこれは一体何でしょうと、これはブログの一節なんですけども、この間の温泉同好会ではかなり控えた、12歳も年下の男子を引き連れて温泉行くなんて犯罪だわと思っていたから、でもなぜか姉御キャラになっていく私、これが諸悪の根源ですよ。別に奥ゆかしくもないし静かでもないけど、私は姉御でもなければ肉食系女子でもないんですと。ということで、この人たちの中にいてると、私はいつの間にかなりたくもない姉御、女ボスキャラに なっちゃって、それで怖いから
せっかくの若い男の子一緒なんだけど全然怖がって近寄らないし、そういう、チャンスがないっていう、そういうことを嘆かれてるんですね。でこれは別に記憶がおかしくなってるわけでも何でもありませんし、意図的にやってるわけでもない、でスタイルでも人格でもない、なんか人間が状況が変わるとそれに応じて人間も変わっちゃうみたいな、そういうものが実は我々の現実に世界にはいろいろあって、でそれでいろんな、ことが起こってるようなんですね。で、キャラっていうのを簡単にまとめますと、人格よりは変わりやすい、だけどスタイルよりは変わりにくい、そういうふうなものなんじゃないかということです。で、人間っていうのは状況に応じて変わらないっていうのが一応お約束ですので、キャラが変わる、キャラっていうものを持ち出すこと自体が実はある種のタブーだったりします。でここに挙げたのは匿名性の非常に高い2チャンネルっていうブログの中の一つなんですけども、バイト先ではむちゃくちゃ暗い地味なキャラだ、だけど学校では騒がしいキャラだとかですね、家族の前、バイト先、彼氏の前で学校全部キャラ違うっていうことを、密かに告白していると、こういうふうなことがあります。それから、これはもう100年以上前の小説なんですけども、何が起こってるのかというと、船という閉ざされた社会の中で、地位が変わってしまうと。最初は自分のもう下で鼻にもかけなかった若い女の子がものすごく綺麗なので、船の中でだんだん人気が高まっちゃって自分より上に行ってしまった。だけど、赤字のとこですけどもと言って、今まで自分の子供でもあしらうように振る舞っていた陽子に対して今更主人は改まった態度も取りかねていたっていうので、もうその状況は変わったんだけど、それに本当は自分も変わったら、もう今度はちょっとなんかその若い女の子のことをちょっと立てるようにすればですね、一番それは楽なんですけども、そう変われないというふうなところで、非常に苦しむと、そういうふうなことがあります。で何が言いたいのかっていうと、我々のコミュニケーションっていうのは楽しくていい面ばかりじゃなくて、いろんな苦しい苦悩をする面もあります。生々しい面があるんですけども、キャラっていうのは実はそういう面にも光を当てる一つの、道具になるなということなんですね。で、書きましたけど、本当は意図的に変えることができるが、変わらない、変えられないことになっているもの、それが変わっていることが露見すると、見られた方も見た方もそれが何事であるかすぐに分かり、気まずい思いをするものということで、そのかなりタブー性の強いものです。で言葉、ここから言葉の話になりますけども、キャラっていうのと言葉っていうのは、少なくとも3種類の関わり方を持ってます。で、順番にご紹介しますが、まず一つは言葉がキャラを表すという非常に単純なもので、でこれは何か、例えば、幼稚な男性のことをあの人は坊ちゃんだからねなんていうことがあります。坊ちゃんという言葉が幼稚な男の人を指していると、そういうことですね。でそれからもう一つは、先ほど金水先生からお話がありましたけども、そうじゃわしが知っておるというと、博士キャラ、あるいは格の高い老人キャラということですが、言葉が内容だけでなくて言葉の発し手のキャラを暗に示すと、そういうふうな関わり方があります。それから最後ですが、言葉が動作だけでなく動作の行い手のキャラを暗に示すと、そういうふうな、ものもあります。例えば似たりと北総 M っていうと、多分その北総 M 手は悪者なんでしょうね。正義の味方が似たりと北総 M だら、もうこれ正義の味方じゃない実はっていう感じですけども、で笑みがこぼれるっていうとですね、これはいやいや大丈夫っていう感じなんですけども、そういうことですね。ということで、言葉とキャラっていうのはいろんな関わり方がある。今、これからですね、申し上げるのはこの3つの関わり方それぞれについて、これまでに分かってきていることをお話しいたします。で、最初キャラのラベルについてなんですけども、これはちょっと時間の関係で出しませんけども、私は今いろんな人にですね、面白い話ありませんか、ちょっと面白い話語ってくださいっていうので、2、3分の面白い話を語っていただいて、でそれをビデオに撮って、でそして字幕をつけて、で一部は英語訳、フランス語訳、中国語訳、ロシア語訳までつけてネットに上げてるんです。どなたでも見ていただけます。今まで300個ぐらいかな、300話ぐらい載ってます。
ちょっと面白い話っていう検索語で検索していただいたら、どなたでもタダで見ていただけますし、ダウンロードもできます。で、その中に出てくる一番なんですけども、まあ、これ何言ってるか、ツルピカハゲマルって書いてますけども、まあ、ちょっと頭の薄い方をちょっと言ってるような、そういう話なんですね。でこれを訳すのにすごく苦労する。なぜかっていうと、書いてますけども、英語圏、中国語圏、フランス語圏にはハゲのその頭髪の薄いかつマイナスイメージの男性っていうようなものに当たる語がないんです。ですからこの話の面白さも、だハゲって全然面白いことではないっていうことで、そのこの話の面白さも分からない。そもそもそのことだ、言葉がないっていうことですね。そういうふうな、だキャラのラベルっていうのもちょっと考えると、いろんな言語差があるなっていうことが分かります。それから、次ですけど、役割語、まあ、これについてはもう金水先生のお話があったんですけども、もう少しだけ考えてみることにしましょう。で、まず申し上げたいのは、私たちタイプと偉人タイプという2つのものに分かれるっていうことです。で、私たちタイプというのは現代日本語、日本語社会の中に、まあ、いる私たちなんですね。で、偉人タイプというのはそうではない、宇宙人とかいろいろ先ほどありましたけども、まあ、どう違うのかっていうのは赤字と青字で書いてます。で、例えば平安貴族の言葉はあるんです。平安貴族語あります。現代日本語の中の一部にあります。そうじゃ、マロが知っておるとかですね、マロが、知っておじゃる、ないでおじゃるって、そういうおじゃるっていう言葉は平安貴族キャラの言葉ですね。でしかし現実の平安時代の貴族がそう喋っていたかっていうと、そうじゃないっていうことが金水先生の方に書いてあります。おじゃるっていうのは室町時代から江戸時代にかけての京都の庶民の言葉で、実際には平安時代の貴族はそう喋ってない。だから、何々でおじゃるっていう平安貴族の言葉は何語かっていうと、これは現代日本語です。現代日本語の中に私たち暮らす私たち住人だけじゃなくて、外の世界から、平安時代っていう外の世界からやってきた、そういうふうな いろんな偉人がいて、偉人キャラの中の一部が平安貴族キャラ、あるいは宇宙人キャラとか、そういうふうな、であるいはそうだワンって喋る犬キャラとか、そういうのがいろいろいまして、でその、まあ、それぞれの喋り方を持ってる、それが全部で現代日本語だっていうことですね。で、平安貴族語はあるんですけども、平安庶民語はありません。現実の平安時代の庶民はちゃんとそういうふうな独特の喋り方、独特か分かりませんけど喋ってたと思うんですけども、現代日本語の社会の中に平安庶民語はないんです。ですからスカスカで、まあ、散発的と書きましたけども、ぎっしり詰まってない。それが真ん中の話です。でそれに対して赤字ですけども、私たちタイプは中密であると、まあ、これは次のスライドの話になるんですけども、ちょっと女っぽく喋る、割と女っぽく喋る、かなり女っぽく喋る、もうこれ以上ないほど女っぽく喋るとかです。今女と、いわゆる女とっていうのを例に出しましたけども、これはいろいろ調節が効くんですね。連続的なものです。ですから偉そう、格が高く低くとか、品がよく悪くとかですね、いろいろどこを取ってもそれなりの言い方というものが私たちタイプの場合は考えられると。それに対して、偉人タイプですけども、そういうものじゃない、スカスカでやると。例えば犬語、猫語、そうだワン、そうだニャーってあるけども、じゃあキリン語あるかっていうとそうだキリンとかですね、まあ辛いんじゃないかと思うんですよ。それから一番下は、まあ世の話なんですけども、あら雨よなんていうのは、まあ、どちらかというと女、実際の女性というか、まあ女っぽい感じがすると思うんですけども、知れたことよ、そいつは俺よとかですね、そういうふうに名詞にいきなり世をつける、大義にいきなり世をつけるのは江戸っ子はむしろ男なんですよね。女の方が当たり前だよお前さんっていう感じでだが入ったりしますよね。でそういうことで何が言いたいかっていうと、現代の私たちの男女と江戸っ子の男女を一緒くたにするともうわけわかんなくなっちゃう。名詞にだをいきなりつけるのは誰だって言うときにもうわかんないです。でそれは整理するためには、私たちの男キャラ女キャラと江戸っ子キャラの中の男キャラ女キャラを分ける必要があるっていうことです。で 上に書いたのはもう当たり前のことで、普段私たちが活動するキャラっていうのは、まあ私たちタイプのキャラなんですけども、
あの冗談の中でですね、平安貴族、いやこれから会議でおじゃるよとかですね、あのそういう、それはもう冗談の中で一時的に出るもの、そのままですね、ではこれから会議を始めるでおじゃるとか、そんなことはずっと止まらないとかですね、そういうことはないんですよね。そういうことで、私たちタイプと異人タイプ、異人タイプというそういう2つを分けるに分けることが一応大事だなということです。で、異人タイプじゃあもうしょうもないのかというとですね、異人タイプ結構面白いことありまして、ネットを見てますと臨時的に遊びで作られるこんなのがあります。今すぐ出るんだよピョーンとか、頑張ってねプーとか、くせ者だなニョロとか、良いのかミョンとかですね、あの不思議なんですけども、私は学校あの、文の最後は修助士、文の最後に現れることは修助士だって習ったんですけど、修助士の後ろになんかあの自分自身の仮初めのキャラ、遊びのキャラだから、上のピョンってのはピョン人ですよね、プー人とかニョロ人とかミョン人、この何を言うにもピョンとかミョンとかつけるっていうか、まあ何も言うにもっていうのはちょっとオーバーですけど、そういう修助士の後に出てくる自分自身の仮初めのアイデンティティみたいなの、まあキャラですけども、それとつながってるような言葉が出てくるんです。でこれはあの現代日本語共通語の世界で見てる限りただの遊びなんですけども、方言の世界行きますと、おしんこねえすかわっていう、このわってなんだ、ねえすかのかっていう修助士の後ろにわが出て、これなんだって、我のわだって言うんですね。知りましての人の場合、これも自分のこと、知らんわいの場合もそうだというふうに藤原良一先生の方に書いてあります。それから、どこに流れたんだかはとか、だから待ってたんだはなと、これはいいか、最後ですね、これだと思ってからはっていう、このはも自分のことだそうで、これは、こういうテレビ番組の中に実際にあの出てきますということで、方言になってくると、この修助士の後ろに自分自身を表す言葉っていうのは全然遊びに限られたわけじゃなくて実際あるっていう、そういうことにもつながるようなあの言葉がこの異人タイプの中にある。私はこれをキャラ女子と呼んでるんですけども、未だかつてそのキャラ女子の存在を収容できるような文の構造というのは立てられたことはないんですね。で、現代日本語の場合は遊びだからそれでもいいのかもしれませんけども、方言まで考えたらそれでいいのかなってちょっと思います。まあそんなこと言ってると時間がないんですけども、じゃあ私たちタイプはどうかっていうと、あの大体のところ品と格と性と念で、あの大体のところは抑えられそうです。で、善悪とか美醜は関係ないのかって言いますと、キャラをあの論じるときはとても大事な観点なんですけども、言葉を考えるときには大事じゃないですか。で、ゲヘヘこれでよガキどもを救えるって寸法だぜとか、ゲヘヘこれでよガキどもを殺せるって寸法だぜと、汚いダミ声で割と下品な言葉を言いましたけど、あの救えるでも殺せるでもあの言い方は変わらないです。で、小説など その創作世界では、あ、下品なやつは悪者っていう傾向がありますけども、傾向以上のものではないですね。だから子供を救えるも殺せるもどっちでも言い方は同じにできるっていうことです。だからあら嫌だわっていうと、まあ上品な言い方ですけども、その上品な人が美しいか美しくないかっていうことは、これは創作世界の中で傾向として出てくるかもしれませんけども、現実の問題ではないということです。まあ品と格と性と念っていうのがあの大事なんじゃないかということです。で、なんで品が大事なのかっていうと、いろいろあるんですけども、上品キャラっていうのは他人事のように驚くと。驚きだから上がるだろう。あれとかですね、親っていうのが普通なんですけども、あら親まあっていうふうに、あの頭高型アクセントで驚くんですね。で、そういう頭高アクセントの驚きって何かっていうと B ですけども、箱を開ければあら不思議、親不思議、まあ不思議みたいな、あの他人事の驚きです。だからリアルに驚いちゃうと品がなくなるので、抑えて他人事のように驚くとこういう驚き方になる。で、驚き方、感動詞の韻律をどうしますかっていう問題、今あの話してるんですけども、上品キャラっていうものをどうしても特別扱いする必要があります。つまりあの品っていうのが大事だってことです。で、他にもですね、引用の問題があります。その方笑って引き受けてくださいましたわっていうのがいいんですけど、その方ゲヘヘもちろん引き受けやすでっておっしゃいましたわっていうのもダメですよね。あの直接引用しちゃうとダメなんですね。引用っていうのはそもそも、中で閉じられてるはずなんですけど、それがあの品に関しては効かないっていうことです。から格、
その子供はハトポッポセンターにいるって神様は言えるか言えない。ハトポッポセンターっていうのは私の前の勤務先神戸大学に現実に付置されていた託児所なんですけども、神はこういうことは言えないんですね。神って格が高い、何時はじゃのじゃのも言えないっていうね、関東女子はできない。それから、男は女よりも格が上だっていう差別的な図念があります。天から降ってくるおごさかでいかめしい声って言ったら多分男の神を救済されるんじゃないでしょうか。あなたの斧はこれですかって丁寧調で言う神って言ったら皆さん女神を考えられちゃいますよ。それから、女は男よりも品が上っていう差別的な通念があります。下平持ちの引き受けやすぜって言ったら男性を想像されるでしょう。それから京言葉は上品とも言われるし女っぽいとも言われる。そういうことを考えてみると性も大事だなっていうことになります。それから年ですけども、幼児に性はないというふうな差別的な通念があります。それから老人にも性がない、性差がない、わしはもう何とかじゃっていうの。ですからイメージですね、現実の老人ではなくてイメージとしたら言葉遣いには差はないというようなことです。それから、キャラ動作の表現は、お茶を飲むというのですね、大人の女っぽくお茶を飲む、それから悪人っぽくお茶を飲む、それから正直者のようにお茶を飲むとか、いろんな表現があります。いろんな言い方がここに広がっています。最後ですけれども、キャラ動作の表現っていうので、時間がないので、例えば上から3つ目ですけど、運転中は周囲の様子にやたらに注意する、運転中は周囲の状況に十分に注意する、これ考えによっては同じようなことを言ってるわけです。で、本当に道路交通法の知識があるのかないのか、この人にっていうことを聞いているのか、それとも、品よく格が下がらないようにするっていうのはどういうことが分かってるか、十分にとやたらにっていうのは違うことだって分かってるかっていう言語のテストを道路交通法の試験でやったりするとダメですよね。だから私たちなんかいろいろ規則を語ったりするっていうこと多いんですけど、実際はその規則の内容じゃなくて品とか格を語っちゃってる、話がずれてるっていうことは結構あるんじゃないかっていうことなんですけども、そういう問題提起です。まとめです。キャラには登場人物以外に漫画の登場人物の基本的な描画パターン、それから状況によって変わる人物の意味があるということですね。それから言葉とその3つ目赤いところですけど、キャラ3の関わり方は多様で主に3種がある。それからそのキャラ3がしゃべる役割語、キューと書いてるのは今金水先生ちょっと定義がまた変わってるんですけど、それは今日は申しません。役割語には私たちタイプと偉人タイプがある。私たちタイプには品格性念に関する私たちの倫理や偏見が反映される。キャラ動作の表現にも倫理や動物化の話はしませんでしたけど倫理が反映されるというようなことです。私の話は以上です。どうもありがとうございました。